センター、これこそ長寿原、長寿原ですね。おお、ずっと広がってますね。長寿原湿地帯長寿バラという感じですね。火砕流かなんかがスタートなんですよね。秋になると非常に景色があって、まあ、綺麗でしょうね。やっぱ秋、秋打ってこいのとこでしょうね。しましょう。台風が来る日か前にですね、ちょっと通って見てます。さあ、キャラ出てきてもかなり秋っぽいですね。この後するには最高のフィールドですね。だいたいこれもこの時期ですかね。もうちょっと向こう側行けばね。